でもなんか冷静に考えるとさ、今関東発電所って書いてあったけどさ、普通に鼻出していい電気ついてたけどね、夜。どういうこと？発電してんだけどさ、どうなってんの？そこのところ。はい。発電機でもいいんでしょ？発電してなくても、なんか光ついてたけど。民家とか普通に、ジムとか。真っ暗になってなきゃいけないでしょ？そこら辺とかどうなってんの？これでいいのか？これでいいのか？この状態で、はい。カビゴンにポケギアを近づけてた。イルカさんが目を覚ました。オッケー。これでいいのね。オッケーオッケーオッケー。イルカー、邪魔しやがって。イルカー。でもイルカさん有用なアイテム持ってんですよね。そうだよね。そういう意味でイルカさんやっぱ、仲間に引き入れないといけないから、一回凍らせるか。凍れイルカえ、てか、なんか、ジムリーダーより強くねえか。ちょっとレベル見る限り。ジムリーダーより強いぞ、この感じ。マジか。ちょっと待って。さすがジャッジメント7が一人。イルカ2号だ。強い。あ、でも転がるは今一つだけど、イルカ上がってくるな。これ強いな。50レベル。野生のイルカ、さすが支援の王だな。さすがやで。やるな。一旦神になってるだけあんな。いやー、マジか。どれくらい減らす？あ、9種入った。これ U のパンチでこれ凍ってくれればいいんだけどな。うまく凍ってくれないかな。硬いな。そして本当にイルカさん。熱い脂肪だな、本当に。ミート、なんだっけ？ミートガードだっけ？忘れたけど。イルカさんの肉の鎧ね。日本語で。よし、こった。オッケー。さあ、イルカ、来いよ。ジャッジエンドセブンに。まあ、ハイパーボールでいいか。来いよ、イルカ。別に使わないけど。使わないけどさ。たまたま出会ったんだからさ。ジャッジメントセブンに。歌ってよ。ジャッジメントセーブン。歌ってよ、松岡。あ、ひとみちゃん。ひとみちゃん、どう？あゆみちゃん元気？そのひとみちゃんじゃないかな。あゆみちゃん元気？ちょっと残してきてるけど。探偵事務所の方に。残してきてるけど、大丈夫？雪に消えた過去とか言っちゃってない？大丈夫かな？ギャロップの背中乗ってんだね。そっか。ひとみちゃん。ファミタンの方のひとみちゃん。さあ、行こうか。ここだ。私を楽しませてくれるのは、もはや君か。来たか！久しぶりだな、ミッカ。俺は、お前に負けてから、自分に何が足りないのか、こいつらと一緒に、ずっと考えてた。そして見つけ出した答え、ミッカ！お前に見せてやるよ！来るか、来るのか、いや来たか。金版だとこれ最後のライバル戦だよね。ちょっと大人になってんだよな、気づき。そうだよね。最後の戦いなんだよな。なっちゃん最後までそっちか、赤なっちゃんは。なんてことだ。最後まで番打つしてんのかなっちゃんは、そっちで。くそー。ドアスレイは使わないでいきましょう。じゃあ最後の戦いということで。クリスタル版だともう一戦増えたりしてんのかな、それちょっとわかんないけど。まあ、レベル差もあるんでね。ドアスレイ。泥かけ、封印。やっていこう。なっちゃん、悪いな。なっちゃんは一撃だよ。ゆうのさんは、万能アシスタントだからな。来たか、星くん。星くん。我が戦いを阻む星くん。くらえ渾身のレッドパンチ。あ、いいか。光の壁は関係ない。くらえ渾身のレッドパンチ。リフレクターに加えて光の壁も覚えてきたか。だが意味はないぞ。これもはや君たちに自由はない。これが言うのだ。世界よ、これが言うのだ。これ。どけどけ。やったー、なんかスイスイいけそう。どけ。何ギリギリだと。何だと。面白くさせてくるじゃないか。くらえ。耐えるかどうかの勝負だ。星くん。これが全ての勝負だ。全ての決着をつけよう。止まれ。止まった。オッケー。急所じゃなかったよかった。急所だったら死んでたのか。くっそ。やっぱ急所は耐えれないか。オッケー。星くん突破。さあ。もはや言うのさを止める者はいないだろう。上がってこいよ。来たか、平井さん。平井さんは進化してないんだね。社会人デビューしてないんだ。そっか、平井さん。平井さん、牛乳飲むよ、ゆうのさんは。そっか。平井さんは、あれなんだね。気づきとはあんま仲良くない感じなんだな。そっか。でもなんかどっかで進化してなかった。どっかでなんか金版だとどっかで進化した記憶あるけどな。クロバット使ってきやがったな、こいつっていう風に思った記憶があるけどな。まあいいや。平井さん、じゃあな。さらばだ、平井。ありがとう、平井さん。いつも影が薄い平井さん。いやらしい平井さん。
出てこい部長積年の恨み部長、あー違う子いる、違う子いる、名称与えられてない子いる、やめてやめてやめて、せっかくいい感じで進んできてるんだからやめて、耐えて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 耐えた、言うな、言ってくれ、夏目の風鈴強かった、それよりはレベル低いからいけそうか、オッケー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 、ということは最後は最後、あ、じゃ内村くんいるわ、あ、部長、部長来る、部長来る、部長だいぶ丸くな、丸くな、いや丸くなって丸か、ゴーストのが悪いか、物理的に、物理的に、ゴーストに物理とかある、まあ、いや、それじゃなくて、部長だいぶなんかこう社会人の悪さを覚えた感じだな、大学卒業してサークルの OB になったんでしょ多分、その割に、おい部長部長やめてよ部長、今はまだ平社員かもしれないけどいずれ部長になるものでしょね、そういう感じでしょ、高魔族でしょ、目赤いし高魔族なんでしょ部長、実はそういう感じでしょ、向上が必要なんでしょ登場時の、だが倒れた時に呪いは発動しない、それはもう経験している宿り木の盾も動かない、じゃあな内村くん、内村なんだっけ、田村、野々村、じゃあなじゃあな、三人兄弟なのかな、名字違う、三人兄弟ありえないか違うか複雑すぎるなその過程は、気づき、こいつらの持てる力最大限に出せるよう育てたつもりなのに、まだ足りないのか、愛がな、愛の強さが足りないのだよ、一発だやった、なんか育ってきたっていうか、なんかもう愛情が深まってきたな感があるな、一発とか、確かに俺の負けだ、それは認めるよ、おー認めちゃうんだもんな、気づき、そうだよな、気づき認めるんだもんな、サイリンルートとかで気づきいい感じだったもんな、だけどこれで終わりじゃない、いつか最強のポケモントレーナーになってみせる、こいつらも俺についてきてくれるからな、いいかミッカ、いつかお前を倒して俺の強さを教えてやるからな、なるほどな、ああのなっちゃんだけ返してくれませんなっちゃんだけ返してくれませんかね、あのなっちゃんだけちょっと返していただきたい、それバンオツで紛れ込んでるだけだから、なっちゃん女の子だからちょっと間違ってるからさ、ちょ返していただきたい、なっちゃんだけちょっと返してほしいな、他の子は別にいいんだけどさ、なっちゃんだけは返してよ、さあどうだろうな、たけしは相性はいいんだよな、ジョートからの挑戦者とは珍しい、俺はニビのポケモンジムリーダーのたけし、岩タイプのエキスパートさ、ちょっとやそっとの攻撃じゃ俺のポケモンたちへは、ポケモンたちは平気、痛くも痒くもないぜ、かかってこい、かっこいいんだけどな、相性的には勝ってんだけど、物理固めのカタカタの人だよね、うん、あーでもまあワンパンいけるかな、4倍だもんな、ヒヨさんのレイパンここだけ波乗りに乗り換えるっていう手もあるけどな、忘れされ親父使えるし、そういうのも手だけどな、でもいけるでしょう、自爆されたらやばいけど、オッケー、話にならんな、実質地面タイプ、あーでもないわ、地面ないやつ出してきた、この場合は地震の方がいい、待ってバカお前嘘だろ、おい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 、使っちゃいけない技使ってくんのやめろよ、おい禁断の技使ってくんのやめろ、いいあーでも一致じゃないからそんなにもらわれないか、オッケーオッケーオッケー、焦った焦った焦った、やっぱ抜群だよね、そうだよね、岩に抜群だよね、地面はひくった禁断の急に草タイプのジムになるのやめろ、やめろそういうの、何そんな持ってんの、持ってっちゃいけない技持つのやめろ、はい、リザードンリザードンの声、おや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 、ユーノさんの前に敵はいないな、気づきが敗退した今、もはやユーノさんを止める者はいないのか、この世界に、オムスターも同じだよね、そっか相性バッチリなんだね、じゃあ物理だけどバッチリだね、オッケーオッケー、下がれ、じゃあ最後はイワーク、イワークか、ミカンちゃんに、みかんちゃんと交換してきたな。みかんちゃんと交換してくれゃいいのに。あれ、我慢覚えてんだ。うわー、我慢覚えてんだ。へー、こだわりね。こだわりがあるんだ。そっか。大切だよね、そういうの。こだわりね。他人には分からない俺ルールがあるんだな。守りも上回る。強烈な攻撃。俺の予想以上だ。かき氷投げただけだけどね。さあ、このバッジを持っていってくれ。そう、レトパンチってかき氷のこと言ってるんですよ今更だけど説明するけど、ユウさんがレトパンチを覚えるのはかき氷のことですね、1話でレイジ君の背中に入れてたもん、投げ入れてたからね、ありがとうミッカ君、いい試合ができた、
僕のグレーバッジで僕になったな。なんか急に僕っ子になったな。君のポケモンはさらに強くなり、ちょっと悔しいけどね。お前、俺じゃなかった。僕っ子になったな。なんかちょっと今仕様に気づいた気がする。特殊仕様というか。ギャロップだけさ、鳴き声が終わった後に動き出してるような気がする。やたらと長かったんだよね、モーションが。なんかそれに違和感を覚えて、一番長いのルージュラなのかなと思ったけど、みんな泣きながら動いてるのにギャロップだけ泣いた後に動き出した気がする。だから、ドゥルルルルルンっていう泣き声の後しばらく動いてたんで、やたら長かったんで、なんか長いなと思ったんだよ。そういうことか。ギャロップだけ特殊なのかな、もしかして。なんかそんな気もするけど、動いてたのかな、もしくは。俺が気づかなかったわけで、微細に。うるさいな、ひとみちゃんはもう。ギャロップの話したけどさ、したけどさ、あゆみちゃんに連絡、あゆみちゃんも出して、もう。あゆみちゃんも出してください。なんかかわいそうだよね、カツラさん。ね。初代の頃はあんなに施設に気合入れてたのにさ、事務施設に。全部失ってさ、なんか、あれなんだろうね。あんまり財政考えないでジム改造してたんだろうね。他のジムはなんかこうやっぱポケモンリーグ協会からの補助金利用して、まあ、そこそこの改造で済ませて、リーグ、ジム運営もちゃんと回るようにしたけど、いろいろそういう財務的な面を一切考えないで没頭してたんだろうな、改造とか、自分独自の感じにするの。で、全て失った時にはもうお金がないみたいな、そういう感じなんだろうな、かわいそう。うわーい！グレンにあったわしのジムが消えてなくなった。炎のポケモンを操るわしのジムが火山に焼かれてしまった。やーい！だが、わしはこの洞窟でリーダーの務めを果たしている。見事わしに勝てば、バッジを渡そう。よーし！やけど直しの用意はいいか？あ、用意してないです。やけどの実、やけど直しの実結構レアなんで、こう滝の実。なかなか数ね、ないんで。マグカルゴね。ドロってんな。あ、間違えた！こっち、地震で4倍だと思うんだけど、間違えちゃった。あ、よかったよかったよかった。呪いね。そっちの呪いね。ユーノさんより足が遅いか。では勝ち目はないな。じゃあな、マグカルゴ。ギリギリポケモンだ、お前は。ギリギリな。ギリギリだぞ。一歩間違えたらちょっと危ないぞ。あ、動いてるわ。動いてるわ。モーションが長いだけか。モーションが長いだけか。ありがとう。ありがとう、カツラさん。聞いてた話。傍受してた、もしかして。それと？ひとみちゃんとの話、傍受してたのかな？そういう感じかな？モーションが長いだけでしたね。単純に一番なんか長い気がした。今まで出会った中では。さあ、50レベルか。やっぱ高いな、レベルは。他のジムリーダーに比べて。ただ相性がね。相性の問題があるんでね。エリカ様ほどではない。エリカ様ほどではないぞ。エリカちゃんって呼んだときは、破壊神の方を示していて、エリカ様って呼んだときは、ポケモンの方のエリカの方を指しております。はい。一応言っとくけど。うん。エリカ神ね。エリカ神とエリカちゃんは同一でイコールですね。はい。まあ、楽勝ですね。相性悪すぎるもんね。オッケー。見事。わしは燃え尽きた。クリムゾンバッジを受け取ってくれ。クリムゾンバッジなんだな。はい。なんかいた今。なんかいたぞ今。一瞬サブリミアルミナキがいたぞ。今回はわしの負けだが、グレンジムを作り直して、次こそは勝つ。いつかまた戦おう。そういうあれがあるのかな。リメイク版だとでも強化ジムリーダーあるんだよね。うん。ミナキどうしたの？ミナキ、スイ君まだ追ってんの？もう死んだよ、スイ君。おっす。あれ、終わっちゃったみたいだな。すまんすまん、グレンにジムがなくなってさ、探したよ、俺っち。まあ、俺のアドバイスなくても、あんた強そうだからね。勝てるって、信じてたよ。いや、お前どこにいたんだよ。いつ俺を見たんだよ。そして、お前は、ジムなくなったこと今気づく程度じゃ遅くないか？もっと昔から知ってないと。昨日今日壊れた話じゃねえだろ、だって。昨日今日壊れたのかな？グリーンもあそこにいたから昨日今日で壊れたのか。いやでも昨日今日だったら火山が噴火してる途中だから入ってこれねえだろ。どうなってんだよお前。ジムリお前の仕事何それ。楽だなお前。それ遅刻してもオッケーな感じか。いいなお前なんかそれ。なんか悲しいな。フリーザにしろサンダーにしろファイヤーにしろ住処を全部人間に追われてんだけどこれ。双子島無人発電所チャンピオンロードって全部人間に追われてんだけど。恐ろしいな人間の自然破壊というものは。さあここも締め上げていくか。ここは練習場。一日一回ですが、トレーナー対戦相手、ヒカルさん。
ヒカルさんか。誰なんだろうね。誰なんだろうね。ヒカリちゃんだったらわかるね。お前と戦うために、はるばるやってきたぜ。ヒカリちゃんだったら次世代の主人公なんだろうね。そっか、男の子だもんね、そして。ヒカル。元ネタあんのかな星くん。星くん。気づきより強えじゃねえか。くっそ。気づきより強い星くん出てきたな。あ、でもノコノコなんか。葉っぱカッター持ってない疑惑。ソーラービームだけにしてくれ。ワンターン、隙がある。それだったら、冷パンで凍らせれば全て終わる。あれ持ってないの？あれ持ってないの君。いいのかそれで。あー、大丈夫か？大丈夫か？オッケーオッケー、入った入った。オッケー。次、オーダイルかな、多分。御三家なんだよね、ここ確か。懐かしいな。これはね、不思議な贈り物だったかなんか、友達とね、そういうのをやると、友達が出てくるんですよ、ここ。ね。知ってる人も知らない人もいっぱいいると思うから説明しとくけど。そういう感じなんですよね。友達の、その時、なんか交換した時の手持ちのポケモンを使ってくるんですよね。友達のトレーナーが。名前もね、友達の名前に変わるんですよね。やってたな、なんか。やってた、やってた。交換してた記憶がある。交換してた、うん。してたな、うん。いや、違うな。ここで色違いバングラスが来たよ。兄貴がいたんだな、ここに。思い出したけど。色違いバングラス、ここでも出てきたもんな。疑似兄貴がここにいたんだな。エア兄貴がここにいたんだな。そんな記憶があるな。まあでもいけるな、いけるいける。この世代の爆風今から初めて見るんじゃない？あー、そういう感じか。そういう感じか。シュタって感じね。ここ道具使えるんだね。うん。そっか。そういう感じね。バックフンこの旅じゃ出てきてないからね。まあ、オーダイルムだけど。オーダイルムですけどね。大層のままだからね。まあ、効かないからね。オッケーオッケー。余裕だね。もっと手こずるかなと思ったけど、星くんもどきが別に草技持ってなかったんで、やはりライバルは気づきだってことだね。これ名もない知らないトレーナー程度では話にならないということか。まあ、一発でしょ、多分。さすがに。柔らかい砂も持ってるしね。オッケー。ケージに当たった。かわいそうに。ボッコボコやん。オッケー。これお金もね、いっぱいくれるんですね。1万円くれた気がする。お守りコマありでか。5000円か。なるほどね。